五色沼の航空写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成五色沼とはバンダイ山の北側裏バンダイと呼ばれる地域にある大小三十余りの証拠将軍のこと緑赤青など様々な色の沼が点在しバンダイ日国立公園に指定されている年月日 バンダイ山が噴火して、山体の北側の小バンダイが山体崩壊を起こし、岩屑の誰が川をせき止め、数百の故障が形成された。大きいものに秋元湖、小野川湖、ひばる湖があり、それらに挟まれるように位置する数十の故障群や地域が五色沼と呼ばれる。流入している火山性の水質の影響や植物、藻などにより、故障群は緑、赤、 青などの様々な色彩を見せることが名称の由来である。山大崩壊の土砂、岩によって荒れた地域を再生させようと、遠藤源、夢が資材を叩いて、植林を始めたのがきっかけで五色沼の観光地化が始まった。現在では五色沼には散策路が整備され、宿泊施設が集まるなど、観光地として発展している。コバルトブルーのルリ沼や、 バンダイ山の眺めが良いビッシャモン沼、水中植物が美しい模様を描くベン、アマヌマなど変化のあるトレッキングコースである。周辺は観光地、裏バンダイ高原として開発され、温泉やスキー場、宿泊施設などが数多く立地する。ありがとうございます。